教師、ハープシュコード組曲第2集、HWV434 から442は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルによって作曲され、1733年に出版されたハープシュコード独奏のための曲集であり、7曲の組曲と2曲のシャコンヌの合計9曲が含まれている。ヘンデルのハープシュコード組曲第1集は1720年に、 ロンドンのクルーアーから出版された。その後1732年頃ロンドンのジョン・ウォルシュは、ヘンデルに無断で、組曲第二集を出版したが、これはウォルシュが1720年頃に、アムステルダムのジャンヌ・ロジェ名義で出版した、海賊版のハーアップシコード曲集から組曲第一、集と重複する曲を別の曲に差し替えたもので、学章構成や音句に誤りが多かった。 ウォルシュはさらに1733年に同じ題名で改訂版を出版した。これが現在知られるハープシコード組曲第2集だが、この学章構成がヘンデルの意図をどの程度反映したものかは議論が残る。正確な作曲年代は不明だが、組曲第1集がヘンデルのキャノンズ時代の作品を主としているのに対し、第2集には、 初期のドイツ時代の曲が多く含まれる。前奏曲44秒子アルペッチョによる。そなた44秒子エアと5つの変奏曲44秒子メヌエット、34秒子と単調。21の変奏付き者コンヌ34秒子アルマンド、44秒子アレグロ38秒子エア34秒子ジーグ12、8秒子メヌエットと3つの変奏34秒子。 全奏曲44拍子アルマンド44拍子クーラント34拍子サラバンドと二つの変奏32拍子ジーグ1216拍子アルマンド44拍子サラバンド34拍子ジーグ2416拍子アルマンド44拍子クーラント34拍子サラバンド32拍子ジーグ128拍子アルマンド44拍子クーラント三四拍子サラバンド34拍子サラバンド34ジーグ 三八拍子アルマンド四四拍子アレグロに二拍子クーラント三四拍子エア四四拍子メヌエット三八拍子ガボットと五つの変装に二拍子ジーグ十二八拍子六十二の変装付き者コンル三四拍子アレグロへ蝶々 HWV488 を前奏曲とする意向あり第一番のエアと五つの変奏曲の旋律はヨハネスブラームスの ヘンデルの主題による変奏曲と風が作品24の素材として使われている。またトタンチョウメヌエットはビルヘルム・ケンプによるピアノ用の編曲が単体で演奏される。第2番の21の変奏付きシャコンヌが最もよく知られる。この曲の低音の進行はヘンリー・パーセルにまで遡り、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのゴルト・ベルカ変奏曲やゴットリープ・ムファトの コンポニメンティムジカーリ集曲のシャコンヌで使われている。第4番のサラバンドの旋律も有名であり、レナード・ローゼンマンによる還元落葉の編曲が1975年のスタンリー・キューブリック監督の映画、バリー・リンドンのテーマ曲として使われた。また1984年の映画、風の谷のナウシカ中の曲、ナウシカ・レクイエムには非常によく似た旋律が使われている。 ありがとうございます。